はい、皆さんこんにちは。スクラップ CG のコビーです。今回は傘のモデリングの解説を行っていきたいと思います。初めての解説動画なので不慣れな点も多いと思いますが、皆さんのご意見などを取り入れて少しずつ改善していけたらと思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、では早速解説を行っていきたいと思います。まずは Shift A からアドメニューで UV スフィアを作成してください。セグメントは8に設定します。視点を正面からに切り替えてワイヤーフレーム表示にします。エディットモードに切り替えて下半分のフェースを選択して削除してください。ここから徐々に傘の形を作っていきます。スケールをかけて形を調整していきます。スケール感はお好みで大丈夫です。調整が終わったらスケールを適用していきましょう。きちんとスケールの値が1になっているかを確認してください。視点をトップビューからに切り替えて、さらに半分のフェースを削除していきます。同じ手順でもう半分も削除します。そして最後、さらにもう半分も削除してください。これで最初のスフィアの8分の1のパーツだけが残ったと思います。そしてこの部分は他のところでも使い回してモデリングしていくので、複製して取っておいてください。はい、そしたら次にエンプティを作成してください。そして最初のスフィアを選択してモディファイアープロパティからアレイモディファイアを適用していきます。そしてレラティブオフセットをオフ、オブジェクトオフセットをオンにして、先ほど作ったエンプティを設定してください。エンプティのローテーション Z を45に設定します。そしてアレイモディファイアのカウントの値を8に設定すると、綺麗にオブジェクトが一周してくれると思います。で、今わざわざ一度フェースを削除してアレイモディファイアでお椀型に戻したんですけども、この手順が今回のモデリングを効率的に進めるために大事なポイントとなってきます。はい、そしたら次にサブディビジョンサーフェイスを適用してください。すると一部欠けてしまっているところがあるので、マージのファースト&ラストコピーズをオンにしてあげてください。ここでシェードスムースを適用しておきます。少しまだカクカクしているところがあるので、サブディビジョンのレベルを1つ上げてあげましょう。次にベベルモディファイアを適用してください。そして順序をサブディビジョンの上に移動してみてください。ベベルのリミットメソッドをウェイトに変更してください。そしてエディットモードでエッジを選択していきます。選択ができたらサイドバーのミーンベベルウェイトの値を1に設定してください。そうすることで今選択したエッジだけにベベルが適用されるようになったと思います。ベベルの値を調整していきます。今
回は 0.01 という値に設定しました。だいぶ傘っぽい形になってきたかと思います。はい、そしたら次にエディットモードに切り替えて、ループカットでエッジを追加していきます。そして頂点編集モードで、ムーブツールをノーマル方向に設定して頂点を移動していきます。アレイモディファイアで一周ぐるっと一つのパーツを複製しているので、この一つのモデルを編集するだけで360度すべての形が調整できるようになります。次にソリディファイモディファイアを追加します。これでポリゴンに厚みが追加されたんですけど、今まだちょっとあまりうまくいっていないので、このソリディファイモディファイアをベベルの前に移動してみましょう。まだちょっとうまくいっていないみたいですね。次はベベルの下に移動してみます。はい、これでうまくいきました。モディファイアが適用される順番は非常に大事になるので覚えておいてください。はい、ここまでのモデルは一度非表示にして、以前複製しておいたオブジェクトのスフィア001だけを表示させてください。そしてエディットモードでフェースをすべて選択して削除していきます。次に余分なエッジも選択して削除していきます。この1本のエッジだけが残っていれば OK です。そしてこのエッジをカーブに変換していきます。カーブに変換されたら、カーブのプロパティの中にあるベベルデプスというところの値を設定して厚みを持たせていきます。でこれが傘の中のシャフトの部分になっていきます。そして厚みを持たせたこのカーブを今度はメッシュに変換します。メッシュに変換されたので、エディットモードでループカットを使ってエッジを追加していきます。これは傘のシャフトの先端にある露先っていうらしいんですけど、ポチってついてるやつですね。そこの部分を作っていっています。はい、フェースを選択してこの部分をシフト D で複製します。複製した部分をスケールして一回り大きくします。大きくできたらカメラを少し引いてみたりしてスケール感を確認してみてください。そしてそのまま選択範囲を分離させます。これで別のオブジェクトになりました。今度はグリッドフィルを使って穴を埋めます。上の穴も同じように埋めていきます。
して下の面を選択して E キーを押してエクストルードで押し出しを行います。そして押し出した面を S キーでスケールをかけて少し小さくしてあげましょう。これでシェードスムースをかけてあげます。今度はシャフト部分に戻ってモディファイヤーでサブディビジョンサーフェスを適用します。レベルは2にします。で、このサブディビジョンは、アプライを押してモデルに適用しておきましょう。で、今作ったこの2つのオブジェクトを選択してジョイン、結合していきます。これで1つのオブジェクトになりました。少しスケールを調整してあげて、傘の内側の部分にちょうど収まるように調整していきます。で、調整が終わったらオブジェクトアプライスケールを選んでスケールの値をまた1に戻してあげましょう。ここからは最初にやった手順と同じになるんですけど、アレイモディファイアを適用してこのシャフトの部分を360度ぐるっと回転させてあげます。はい、これで傘の中の、シャフトの部分も出来上がりました。次は、シリンダーを作成してあげます。今度はこれは中心の持ち手になる部分のシャフトを作っていっています。支点を切り替えて、上部の頂点をすべて選択してあげます。そしてスナップモードをオンに設定して上部の頂点をちょうど原点の位置に合うように移動させてください。そしてこのシャフトの上部をちょうど傘のてっぺんに合うように移動させてあげます。今はまだスケールが太いのでちょうどいい太さに調整してあげてください。今度は下の頂点をすべて選択して長さを調整していきます。とりあえず真ん中の持ち手の部分はこれで OK です。そしたら次にキューブを作成してください。このキューブは、受け骨っていうらしいんですけど、真ん中の持ち手と先ほど作ったシャフトをつなぐ部分をこのキューブで作っていきたいと思います。で、スケールで縦長に伸ばしていきます。ある程度縦長に伸ばしたら点を切り替えて、まだ先ほどと同じ手順なんですけどスナップをオンにして底面の頂点をすべて、原点に合わせていきましょう。そしたらこの部分を回転させていきましょう。そしてスケールを調整して長さを合わせていきます。で、
位置も資料など見ながら皆さんのお好きなように調整していってみてください。モデリング作業は調整が終わったかなと思った後にこうやって何度も見返してみることがすごく大事かなと個人的には思っています。少しでも違和感を感じたら都度調整を繰り返す地道な作業ですね。はい、調整が済んだらスケールを適用しておきましょう。そして先ほどから何度も繰り返しているアレイモディファイアの手順を行って、これも360度ぐるっと複製してあげます。これでもうだいぶ完成が見えてきましたね。はい、そしたら次にトーラスを作成してください。そして、ローテーション X を90に、セグメントを16に設定してあげて、あとメジャーラディアスを 0.1、 マイナーラディアスを 0.03 に設定してあげてください。これは、ハンドル、取っ手の部分ですねになっていきます。なので、取っ手の部分の位置まで移動させていきます。そして、不要な部分を削除していきましょう。位置を選択してエクストルードで仕上げていきます。そして穴が開いたままなのでエッジを選択して、今度はグリッドフィルで穴を埋めてあげましょう。少しずれているので微調整をしていきます。で、シェードスムースを適用して滑らかにしてあげた後に、ベベルとサブディビジョンサーフェイスを追加していきます。いい見た目になるような値を調整していきましょう。ベベルのアマウントが 0.01 ぐらいですかね。で、サブディビジョンを2に今回は設定しました。だいぶ完成が見えてきましたね。ここまで大変だったかと思うんですけど、もう少しで完成になるので頑張っていきましょう。それでは次はシリンダーを作成してください。そしてシリンダーのオプションのバーティシーズを12に設定してあげて、レディアスの値を0.1 に設定してあげます。で、これは先ほど何度もやってる手順なんですけど、またスナップをオンにしてシリンダーの下部の頂点をすべて選択し、原点に合わせてあげましょう。で、今はこのシリンダーが傘の先端の部分ですねになっていきます。はい、傘の上部に合わせてあげましょう。そしてスケールで大きさを調整してあげてください。調整が終わったらループカットでエッジを増やしてあげましょう。増えた頂点を選択して
秋細りになるように形を調整していきます。そしてシェードスムースを適用し、レベルとサブディビジョンサーフェスを追加していきます。もうここは先ほどから何度もやってる同じ手順ですね。はい、調整が終わったら今回はこれで完成です。実際の傘はもっと複雑なので、よりリアルな見た目にしたいって時はもう少し細かいところまで作り込んでいくことでリアルになっていくと思います。ここまで長かったと思うんですけど、ご視聴いただき本当にありがとうございました。今後も何か面白いネタとか思いついたら、皆さんのためになるような動画を作っていきたいなと思っていますので、何かリクエストなどありましたらコメント欄にコメントを残していってもらえばなと思います。